視聴者の皆様、こんにちは。今回はスーパーでコーヒーの試飲をしただけで出禁にされた、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。近所のスーパーを出禁にされました。納得がいきません。こういうのってどこに報告したらいいんでしょう？本社とかに掛け合えばいいんですかね？出禁ってイッチが何かやらかしたんじゃなく？スーパーって出禁とかあるの？理不尽な言いがかりです。普通に買い物していただけなのに出禁っておかしいですよね。納得がいかなくて困ってるんです。相談乗ってくれます？とりあえず聞いてみないとなんとも言えんな。まあ詳細話してみろよ。順を追って話しますね。私は週末に地元のスーパーで買い物をしていました。いろいろまとめ買いとかしたかったし、そこは品揃えとか豊富なので毎週末通ってるんです。ポイントカードとかも持ってて常連です。今までは普通に買い物できてました。その日はかなりの猛暑日で喉が渇いていたんです。買い物前に自販機でも行こうかなって思って、そしたらちょうどいいところにコーヒーの試飲がやってたんです。スーパーの試飲とか試食ってなんであんなにうまいんだろうな。やってたら絶対いっちまうよな。そうでしょう。私もそのコーヒーの試飲を飲んだんです。なんだか新しいブランドのコーヒーらしくってすごく美味しかったんですよ。これ買っちゃおうかなって思いましたもん。もともとコーヒーは好きでよく飲みますから。今のところ普通にスーパー来て試飲しただけやな。こっから何したら出禁になるの？何もしてません。これだけです。は？え？試飲したら出禁になりました。まだ買い物もしてなかったのに。試飲ってしちゃダメなんです？試飲勧められて飲んだだけで出禁っておかしくないですか？マジでそれだけ？だとしたらさすがにおかしくない？おかしいですよね。コーヒー飲んだら出禁って。他のお客様のご迷惑になりますんで。とか言われて本当に意味がわからないんですよ。コーヒー飲んでただけなのに、道を塞いでたわけでもないし、こぼしたり汚したりしたわけでもないし、言いがかりとしか思えなくって、どうしても納得がいかないんです。本当に試飲以外何もしてないんならそれはおかしいよ。その日以前に何か問題行動したとかはない？すでに出禁が確定していたとか。一体何をしたら出禁になるんですか？いつもだって普通に買い物してるだけです。車当て逃げしたとか、カート持って帰ったとか。たまにいるよな、カゴとか盗難するやつ。しませんよそんなこと。泥棒なんて出禁どころか警察沙汰でしょう。そんな恥ずかしいことしてませんから。普通に買い物してるだけです。だとしたらマジで謎やな。なんで試飲しただけで出禁？私が聞きたいですよ。店員さんに聞いてもろくに答えてくれないし。試飲ってルールとかあるんです？普通に飲んでるだけで出禁になるようなことなんですか？ルールなんてないだろ。常識の範囲内の行動なら出禁になるはずない。一体どんな飲み方したん？普通に飲んだだけですよ。新商品です、どうぞ。で、店員さんにカップを渡されたから飲んだんです。美味しかったからその場で飲み干しました。そのまま買い物に向かおうって思ったんですけど、美味しかったからやっぱ買おうかなって思って戻ってきたんです。流れで受け取ってたから値段とか商品名とか見てなかったですから。わかる、ああいうのってじわじわ欲しくなって戻る羽目になるんよな。それでも時田通路を戻ってコーヒーの試飲コーナーまで来たんです。そしたらまたさっきの店員さんが、試飲やってます。どうぞ。手2杯目渡してきて、あるあるだな。店員もいちいち顔覚えてらんないもんな。とりあえずもらったから飲むじゃないですか。飲みながら買うかどうするか悩んでたんです。思ってたより高くって、サイズも大きいのしかなかったから持ち帰るの大変かなとかいろいろ考えて、それでぐるぐるって周囲を回ってたんですよ。もう一回戻ってくるのめんどくさいから決めてから買い物行こうって思って、そしたらまた店員さんが、どうぞ、って渡してくるんです。よっぽど売りたかったんだろうな。あんまり飲まされると買わざるを得ない感じがして苦手。あ、そういう考えの人もいるんですね。私は買わなきゃとかって義務には感じないタイプなんですけど、でも3回もらって飲んだけど、やっぱ美味しかったんですよ。すごい好みで、もっと飲みたいって思えるような、大きいの買ってもいいかなって思い始めました。それで買おうとしたと、店員のご利用し感はあるが、至って普通の買い物だよな。いえ、まだ買うのはもったいないかなと。え？どういうこと？だって歩いてれば勝手に向こうがくれるんですよ。わざわざ買うのもったいなくないですか？荷物重いし、今度通販とかで買えばいいかなって思ったんです。ああ、通販ね。ある意味一番賢いかもな。だからもうちょっと後で行こうって思ったんです。通販だと届くまでに時間もかかりますし、ちょうど給料日前だったからすぐに買うのは難しいですし。ちょっと待て。え、何ですか？何かおかしいですか？試飲はただだし何回までとか特にルールはないでしょう？いや、確かにルールはないけどさ。待ってまだ飲むの？ええ、もちろん。美味しかったので、どうやら店員さんは私の顔なんて覚えてないみたいですし、店内回りながら何度ももらいに行きました。うわ、ダメつ。俺そんなこと恥ずかしくてできない。
別に恥ずかしいことないでしょう。ただでもらえるものはもらっておいて損はないですから。向こうから進めてくるわけですし、当然の権利じゃないですか。話の風向きが変わってきたな。これは一致が悪い。なんでですか？死因したらできんっておかしいでしょ。そうだな、一杯二杯なら一致の主張に賛成できたんだがな。何倍かって関係あります？不特定多数の人間に配ってるんですから、一人が何杯飲もうと良くないですか。もともと無料で渡してるんだから売り上げとかも関係ない。誰も損しないじゃないですか。いやいや、あれは買ってもらうための死因だから。無料の給水場じゃねえ。てかデキンレベルってどんだけ飲んだんだよ。言ってもそんなに飲んでませんよ。コーヒーなんて一度に飲める量に限度がありますし、それなのに何回目かからは配ってる店員も周りの客もジロジロ見てきて気分悪いったらないんですから。いやもうその時点でやめなよ。なんでその目線の中普通に飲みに行けるの。一致のメンタル鋼かよ。だって美味しかったんですもん。企業側からしてもいっぱい試してもらった方がいいでしょう。いっぱい試して買ってもらえればそれでいいじゃないですか。何が問題なんです。いや一致そこの店で買わないじゃん。店からしたら不利益でしかねえよ。でも後でネットで買うんですよ。いいじゃないですか。そんなケチなこと考えるなら死因なんてやらなければいいんです。飲料メーカーが金出してやってることもあるけど、店側が売り上げアップのためにやってることも多いよ。一致が買わないなら店としては大量のコーヒーをただ飲みされただけで損でしかないな。知りませんよそんなこと。美味しかったから気が済むまで飲む、それだけのことです。お腹がタプタプしてきたから途中で飲むのはやめましたし、何もおかしくないです。タプタプになるまで飲んでんじゃねえよ。どんだけ飲んだんだよ。死因なんて大した量じゃないだろ。喉も渇いてましたし、美味しかったのでぐるぐる回って飲んでましたよ。何杯かは覚えてません。もうちょっと大きいコップでくれたらあんな何往復もしなくていいのに。本当にケチな会社ですよね。ケチなのはお前だ。死因に何を求めてんだ。他のスーパーでも同じように試食や試飲しますけど、出禁になんてなったことないですよ。やっぱりあのスーパーがケチなんです。じゃなきゃ説明がつきません。いやぁ限度の問題だと思うぞ。100歩譲って私が飲みすぎたからデキンって言うなら、なんで私が飲むのやめてから店員が注意に来るんです。デキンを言い渡された時にはもう飲むのやめてたのに。監視カメラでも見てたんじゃね。上長に確認取ってたんだろ。デキンなんて平スタッフの権限じゃ無理だろうし。本当に腹が立ちます。わざわざ没収しに来るし、ケチにも程があると思います。そんな態度でいたらお客なんて離れていくと思いませんか。私はデキンじゃなくても二度と行きませんよ。没収？何を？飲んだもん没収なんて不可能じゃね。配達？違いますよ。水筒の中身を取られたんです。せっかく家でゆっくり飲もうと思ったのに、わざわざ没収なんてします。回収したって他の人に飲ませることとかも衛生上できないでしょ。ただの嫌がらせじゃないですか。水筒？水筒どこから出てきた？水筒に入れたの？コーヒーを？そうですよ。お腹がタプタプだったので、もらったコーヒーをそのまま水筒に入れて持ち帰ろうと思ったんです。ちょうどその時水筒を持ち歩いていて中身が空だったんで、トイレで中身ささっと湯水できてコーヒーを入れたんです。死因のコップって小さいから水筒いっぱいにするのすごい時間かかったんですよ。なのに没収なんて、本当に腹が立ちます。やば。いや、やば。ここまで行くともはや尊敬に値する。一致もうただの泥棒じゃん。なんでですか？ただでもらったものですよ。商品じゃないです。もらったものをどうしようとこっちの勝手じゃないですか。それを没収とか意味わかんないんですよ。どうしてわかってくれないんですか。死因はあくまでもお試しだよ。家で飲むって持ち帰るなら買えって話なんだよ。だからただでもらえるのにわざわざ買うのはバカらしいじゃないですか。みんな節約とかしないんです。随分余裕あるみたいで羨ましいです。私は節約しないと生活できないんで、そんなこと言ってられないですよ。いやいやそれは節約じゃねえから。節約というならコーヒーなんか飲んでないで左右でも飲んでろ。意味がわかりません。コーヒーは没収されるし、スーパーは出禁になるし、散々です。店員さんが一番災難だったと思うよ。水筒に詰めてる時に出禁って言われたん？そうです。水筒がようやく満タンになった時に、お客様ちょっとよろしいですかって恰幅のいい男性が話しかけてきました。どうやらあのスーパーの店長みたいです。それでそれで？いきなり店長登場だもん。緊急事態だろ。私の水筒を見ながら、死因の商品を持ち帰るのはやめていただけますか。こちらはご購入していただけるようにお試しでお配りしているものです。お持ち帰りなどはご遠慮いただかないと、とか言うんです。信じられます。いや正論やん。それに一致はなんて反論したん。そんなことどこにも書いてないじゃないですか。持ち帰り禁止なんてルール書いてませんよ。知りませんって言ってやりました。だってそうでしょう。どこにもそんなルール書いてない。
守ってほしいルールがあるならちゃんと明記しておくべきなんです。やんばすぎんだろ。こういうやつがいるから写真はイメージですみたいな表記ができるんよな。それで店長さんはなんて？ルールというかモラルの問題です。明記せずとも誰もそんなことしたりしていません。他の真っ当に試飲をして買ってくださるお客様にご迷惑になります。ご遠慮くださいとか言ってました。失礼な人ですよ。なんだかまるで私が悪いことしたみたいな言い方で文句を言ってくるんです。周りに人だっているのに、知り合いに見られたりしたら私が悪いって勘違いされちゃう。失礼で陰湿な人です。いや、偶然論。店長さん頑張れ。なんでみんな私の味方をしてくれないんです。私は被害者なのに、周りの人はこっち見てヒソヒソしてるし、本当に最悪です。店員も最悪、客も最悪です。本当にひどい店ですよ。これは出禁になったの水筒に入れたのもそうだけど、その後食ってかかったのが決定だろうな。結局そのまま私の主張は通りませんでした。一方的に出禁って言われて、買い物もできずに追い出されたんです。私の意見なんて全然聞いてくれない、ひどい人です。私が女だからって舐めてるんですかね。男の人相手ならもう少しまともに取り合うと思うんです。やっぱり本社とかに報告した方がいいですよね。その店長の名前は覚えてるし、何かしらの対処してくれると思うんです。性別は関係ないだろ。一致の人格の問題だから。これで本社に電話なんかしたらマジもんのやべえやつだって納得いかないですもん。これは不当な扱いですよ。お客様は神様なんです。それをこんな風に無下に扱うなんて、客商売にあってはいけないことです。一致はまだ何も買ってないから、客以下だぞ。買わずに持ち帰ろうとしたやつが何を言ってるんだ。水筒をいっぱいにしたら買い物するつもりでしたよ。それをあの店長が邪魔したんです。私は買うつもりもあったから客です。いや、コーヒーは買うつもりなかっただろ。コーヒーは買わなくても他のものは買いますよ。お米とか買わなきゃいけなかったから、その日は車で来てたんです。いっぱい買う気だったんですよ。てか持ち帰るの重いから買わないとか言ってたのに、水筒に入れて持ち帰るのくさ。てか車ならコーヒー買って持って帰れよ。いっぱい買うつもりだったからコーヒー買う余裕なかったんです。そもそも高いんですよ。買ってほしいならもっとリーズナブルにするべきです。商売が下手なんですよ。もっと買ってもらう努力をすべきです。もうわけわかんないよこいつ。怖すぎ。こんな客で禁にして正解。みんなどうしても店側の味方なんですね。もしかしてあの店の関係者とかです？評判悪いこと書かれたら嫌だからここで偽造工作とかしてます？被害妄想やば。頭ん中花畑かよ。もういいです。店に電話します。皆さんに許可取る必要なんてないですし、勝手にやらせてもらいます。こんなとこで相談したのが間違いでした。こんなことならさっさと電話しとけばよかった。より一層ストレスが溜まりました。うわぁ、本社の人も気の毒に。こんなんの相手をしなきゃいけないのか。私は何も悪くないですから。被害者なんです。カスタマーセンターの電話番号を見つけたので電話してきます。私が正しいんだから、それを理解させてみせますよ。では失礼します。行っちゃったよ。電話対応する人かわいそうに。こうしてイッチはクレームの電話を入れに行きました。これでスレは終わりかと思われましたが、数日後にイッチが戻ってきたのです。イッチは何やら切羽詰まったような様子で。ちょっと前にここで相談したものです。コーヒーのシーンで出禁になった。覚えてる人いますか？コーヒー水筒に入れたイッチじゃん。久しぶり。あの後どうよ？もう大変です。私の意見は誰にも聞き入れてもらえない。さらに周囲の人間にまで責められる始末で、本当に踏んだり蹴ったりって感じです。どういうこと？誰か知り合いに見られてたん？みたいです。近所の人の間でこの間のことが噂になってるみたいで、もう外も歩けません。どうしたらいいんでしょう？クソワロタ。悪いことはできないね。笑い事じゃないんです。変なあだ名とかつけられて大変なんですよ。ご近所中の笑いものです。それもこれもあのスーパーのせいです。変なあだ名とは？なんて呼ばれてるん？シーン泥棒とかコーヒー盗み女とか。失礼だと思いません？秀逸。おもろすぎる。だから笑い事じゃないんですって。シーンのコーヒー飲んだだけでこんな扱い、信じられません。おかげで他のスーパーとかでもひそひそ噂されてて大変なんです。もう気楽に買い物できるとこなんてないんですよ。マジ王子得だよな。それだけ一瞬で噂が広まるあたり、一致住んでるのかなりの田舎と見た。ええ、田舎ですよ。本当に嫌です。田舎特有の陰湿さって言うんですかね。本当に嫌らしい。都心のスーパーだったらあんな対応しないでしょうし、こんな恥ずかしめを受けることもないでしょうに。やっぱり引っ越しするしかないんですかね。こんな田舎にいるからいけないのかしら。都心だろうが田舎だろうが一致の行いは非常識だけどな。都会なら警察呼ばれてるんじゃね。てか電話かけたんだよね。それはどうなったの？それ、
気になってた。電話しましたよ。でも大した結果は得られませんでした。コールセンターのスタッフも店のスタッフと同じことしか言わないんです。他の客の迷惑になるとか、持ち帰りはご遠慮くださいとか、じゃあそれを明記してくれって言っても聞いてくれないんです。カスタマーセンターなのに客のこと舐めすぎじゃないですか。普通謝って客の要望を聞くものでしょう。そのための部署でしょう。カスタマーセンターをなんだと思ってるんだ。自己中にも程があるぞ。だって納得いかないんですもん。おかしいです。私はシーンをしただけです。何も悪くありません。これは他のスーパーで出金もらうのも時間の問題だな。それなんです。前まで何の問題もなかったんですよ。それなのに最近他のスーパーで試食とかするとスタッフがチラチラ見てくるんです。あのスーパーの店員が何か吹き込んだに違いありません。こんなのプライバシーの侵害です。要注意人物やん。一致有名人じゃん。家族にも叱られるし散々です。もう嫌です。一致結婚してたの？家庭持ってるやつかよ。いえ、独身ですよ。実家で両親と暮らしてます。近所の人から何か聞いたらしくって家族会議が開かれました。親にまで言うなんて最低です。一体何が目的なのか。誰か私のことを嫌いな人間の嫌がらせとしか思えないんですよね。ずっと疑問だったんだけど、一致って何歳？女性に年齢を聞くなんて失礼ですよ。常識あります？ざっくりでいいんだけどな。ある程度の年なら若さゆえで許されるじゃん。常識なさそうだし若いんじゃん。試食でがめついのはおばさんと相場が決まっているのだよ。なんかいちいち失礼ですね。まあいいですけど、年齢は40代です。別におばさんじゃありません。常識もちゃんとあります。なんですかいちいち突っかかってきて。そんなに私のことを卑下して見下して楽しいですか？子供部屋おばさんかよ。いい歳して恥ずかしいことしてんじゃねえよ。失礼な。実家暮らしはできんと関係ないでしょう。いちいちいらないこと上げ足取るのやめてもらえません？いい歳してもらるのかけらもない。独身なのもうなずける。親がかわいそうだな。こうしてコーヒー泥棒おばさんとして地元で有名になっていくんだな。やめてください。そんなの耐えられません。本当に引っ越しするしかなくなるじゃないですか。そんなの困ります。一致引っ越しなんてできるの？その年で実家暮らしでしょ。引っ越しするとしたら両親も一緒ですよ。一人でなんて引っ越しません。両親も年ですから私が一緒じゃないと不安じゃないですか。老後を過ごしている両親からしたらそんな理由の引っ越しは勘弁してほしいと思う。追い出せそんな娘。だって近所の笑い者なんですよ。そんな地元に両親を置いておくなんて非常にも程があります。お前が悪いんだろ。家賃負担したくないだけだろ。いいから反省しておとなしく過ごせ。このままじゃどこ行ったって同じだぞ。ひどいです。引っ越しもできずこのまま耐えるしかないなんて、もう買い物なんて行きたくありません。ネットで済ますしかないです。こうして引きこもりが増えていくんだな。両親がかわいそう。以上のように自分の非を認めずに死因しただけだと主張するイッチ。周囲からの信頼も失い、家族にも非難される始末でした。スレミンにも理解してもらえず、すごすごとスレを去るのでした。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。